あ、いいよこれ忘れて帰っとったいってらっしゃい死ぬんだけど死ぬんだけど、また後でね死ぬおはようございます。めっちゃびっくりしたんだけどめっちゃ面白かっためっちゃ焦ったんだけど今配信始まった瞬間お家来たびっくりした。ちょっと面白いわ、もう朝からやめてほしい、おもろ。そう、今日ね、あのお仕事がそう一緒なんですけど集合時間が違って、そうだからちょっとびっくりしちゃいましたね。びっくりしちゃいました。でもでももう通常運転なので、でも配信始まった途端に行きたい、びっくりしちゃった。最近ね、あのパちゃん黒のアウターを買ったんですけど、まだお家に届いていないっぽくて、私が去年使ってた黒のアウターをね、あの前回お貸ししたらなんかいいって言ってくれて、多分それを取りに来ましたね。黒のアウター持ってかれてましたんで黒のアウターを取りに来てました。そう、私はもうお仕事の集合に現場にメイク用品を持って行きたくないなと思って、そう今日は5時50分ぐらいに起きてのんびりそっからスキンケアして、あのお部屋じゃない、布団のメイキング、ベッドメイキングしたりとかして、あの、のんびりと過ごしてました。6時半まで。だからメイクをします。この配信はおはようございます。カイトさんかわいい、タカさんハート、マオさん、カイトさん、モリッチさん、ナミさん、アリンコさん、アソジさん、マオさん、カズさん、ナミさん、タカさん、ジュウ、マオさん、サカイさん、ナミさん、アッチャンさん、ハート、カイトさん、タルさん、ジュウ、ありがとうございます。たくさんのジュウありがとう。皆さんテロップにも書いてあるんですけども、なんとなんとジュウギフトが本日最終日だそうで、私もうちょっと月末ぐらいはなると思ったんですけど本日までということで、皆さんもしよかったら10ギフト投げていただけると嬉しいです。もしよければあれよろしくお願いします。そうなんか早起きできて、もともと朝配信じゃなくてお仕事終わった後に夜にしようと思ってたんですけど、あのちょっと夜もするけどもう5時50分に目覚めちゃって、あのこれもう一回寝たらお仕事遅刻しちゃうと思って、そう始めました。だから通知入れてたんですけど、あ通知じゃない、タイムテーブル入れてたんですけど見つけてた方天才です。気づいてた方ね、通知で多分みんな来てくださってたりすると思うけど、ありがとう。ギフト、おだしさん、のみおくんさん、かかじやさん、ひろさん、たかさん、もちあださん、じゅう、まっこいさん、ハート、ありんこさん、うちようさん、じゅう、ありがとうございます。おはようございます。なにあなロバさん、かいとさん、じゅう、ありがとう。そう、皆さんね、無料でもしかしたらじゅう持っているかもしれませんので、ぜひよろしくお願いします。または他のね、でも今ねこの朝早い時間って
あんまり配信やられてる方少ないかもだけど、配信やられてるところにね入るとゴールドみたいなコインがもらえて、それで10ギフト投げれるかもなので、もしよければ。おはようございます。そう、あ、さっきコメントにもあったんですけど、土日、まあ、土曜日かで、この時間帯の配信は珍しいってこともあって、あれかも、あの初訪問の方とかが多いかもしれない。うわ悔しい、初訪問の方多いのにめっちゃすっぴん、すっぴんメイク配信にしてしまってごめんなさい。そう、今日はねお仕事があって、お顔のメイクはもうね終わらせた状態で行きたいなと思って、全然向こうお仕事をついてからもメイクの時間があるんですけど、なんかめちゃくちゃ荷物、鏡持ってメイク道具大量に持って、大量っていうかポーチ持ってって言ったら重いの で今日もう早起きしたし、顔のメイクはもうしていこうと思ってしております。コカジアさんありがとう、ジュー、カマちゃんさんレインボーターありがとう。そう、ソソラハの作り方、ソソラハの顔の作り方配信、かまちゃんさん星うさん10ありがとう。嬉しい、10ギフト投げてくださると嬉しい。 STU メンバーみんな、いやなんかでテロップにね、めっちゃ10ギフト欲しいですって書いてるメンバーさんおってね、でも最近バタバタしちゃったから全然ちょっと追いついてなかったんですよ。な、10ギフト 何があるんやと思って、で昨日ね、あのファンの方にね、明日までだよってメンバー達成してるよどんどんみたいな言って、え、何何と思って見たら、え、何これすごすぎと思って、そう、あのね10周年記念のファイルと T シャツは達成してました、皆さんのおかげで。嬉しい、ありがとう。イエイエイウォーウォー、イエイエイウォーウォー。 あちょっと眉毛ない、眉毛、眉毛はどこに置いてきた。眉毛は毛穴がありません、ちっちゃい頃にぶつけたので。なんかちっちゃい頃にテレビ台みたいな、テレビ台のところにぶつけたらしくって、ここもうそっから眉毛がないです、毛穴が消えました。毛穴が消えて毛穴がないこの眉毛は生えてこない、悲しいです。なので眉毛をバッチバチに生やします。ほら見て、怖怖いです。ほりゃー、ほら怖い。シナのソラハの作り方、かまちゃんさん天使ありがとう。絶対まだね、顔の白さでは天使かもしれんけど、まだまだいつもの空じゃない。おはよう皆さん、10ありがとうございます。そう、皆さんもしよければ10ギフト嬉しいな。高級フルーツ欲しい。50万ポイントはびっくりした。ディナーショーみたいな、ディナーショー、ディナーみたいな、高級ホテルのディナーみたいな、どういうこと、行ったことないんやけど。何あれかな、50階とかのなんかレストラン行けるのかな、地上50階。おはよう北斗高さん、10ありがとう。おはよう。そうですよ、明日は兵庫県です、楽しみー。尼崎キューズモール2度目です、アイドルとして帰るのは。でも選抜メンバーとして帰るのは初めてです。16人の選抜メンバーとして帰るのはめっちゃ楽しみ。
なさん10、ヘルムビーケさんも10、ありがとう。そう、朝ね配信したのはこの10のギフトがね、ちょっとでも達成に近づいたらなと思って始めたのもあります。そう、今日までだからね。なんかショールームもさあるじゃないですか、なんか朝のミッション夜のミッションみたいな。だからそれで朝もらえるコインとか夜もらえるコインとかあるのかなと思って、そう始めました。おはようございます。おはよう。パちゃんも達成してたし一緒にしてほしい。えねえ、パセ昨日ポストしてましたよね、ディナーみたいな。一緒に行きたい、羨ましい。行けなくてもちょっと自腹でついていくしかないけど自分絶対違う、パセは絶対違うメンバーといた方がいいって感じ。ディナーショーそういう機会にしかないしさ。でも一緒にね、パセが、ソラが20歳になった時にそういうところ一緒に行こうって言ってくれたんだけど、もう8月って、8月9月10月11月ってめっちゃバタバタしてたらもうパセの誕生日になっちゃって行けてないから、落ち着いたら行きたいな。ディナーショー、おはよう。明日はリリースイベントだからアラームより早く目覚めます。そらもう楽しみ。え、マジで楽しみ。明日はドキドキでしたよ。なんか昨日のレッスンからもやばかったから、生きていけるのか明日。おはよう。のみおくんさん、かまちゃんさん10、ありがとう。眉毛出張中ですって、おもろ。帰ってきました無事、出張から。よかったです、眉毛帰ってきました。おはようございます。そう、今日服どうしようかな。寒いよね絶対広島。え、寒今日広島寒いよ。どんな服で行こうかな。今日お仕事なのでね、あの私服でのお仕事じゃないので大丈夫なんですけど、もう本当に最近寒すぎてびっくりしちゃう。クックさん10、ありがとう。お仕事っすか。イエッサー、お仕事でございます。みんなは、みんなは今日はお仕事ですか。お仕事お休み。でもお休みだったらもういっぱい入れてください。でお仕事の方は多分ねしんどくなっちゃうかもしれないけど頑張ってください。おはよう。困り眉に定員あります。お抹茶困り眉です。ディナーショー分からんけど、なんかね、ディナー食べるらしい。そうなので、皆さんもしよかったら10ギフトお待ちしてます。広島になさそう。いや、あるやろ。広島もあるよ。自信持ってこう。誰？あ、びっくりした。起きてやろう。アラーム。おはよう。尼崎待ってます。シェフの前で鉄板焼き。そんなん。最高やん。行きたい。やばい、そんな話だと行きたくなっちゃう。行ったことない、そんな。 BKB さん10、おみかんさん10、ありがとう。そう、ミッション、私ね、なんかミッションショールームのその新しくなった時に全然理解ができなくて、星投げたよみたいなコメントがあって、星
年今までと一緒やんって、でもキラキラ星投げたよみたいなコメントがあって、キラキラ星とはと思って、こう他のメンバーのね ST メンバーのルームいう時に投げてはないけど、どういうやつなんだろうと思って、そう見たら何時から何時のミッション、何時から何時のミッションみたいなあって、あそういう系なのねと思ってしました、理解しました。おはよう、ジャストミートさん、じゅありがとう。もしよかったら G ギフト投げていただけるとめちゃくちゃに嬉しいです。すずねさん、 BKB さん、じゅありがとう。おはようございます。カイトさん、じゅありがとう。昨日からマイナス11度、どこにお住まいなんだろう。寒いよ、もう息できないよ、そんな耳取れるよ、耳取れちゃう。おはよう、夜勤明けウォーキング、うえ健康的、めっちゃちゃん健康的すぎるよ。おはよう、寒くて布団から出れないまま聞いてます。え、空もね寒くてね出なかったんや布団で、ももう気合と根性で出たんですけど、だけど夜は夜寝とる間ってなんか別にそんな寒くないなと思って、エアコンをね起きてる時につけてるんですけど、逆に起きてる時にエアコンをつけるようになったんですけど、今もね起きてすぐにエアコンをつけて、今はいい感じの暖かさです。さっきまでめっちゃブワーって感じたけど、今は滑らかにした。まあメイクしながらだからさ、めっちゃさ時差すごいよね、コメントの。そんなこともないかなとかって言ってるやつもめっちゃ遅かったらごめんね。おはようございます。おはよう、今日はエディオンスタジアムにサッカー見に行く。おいいね、サッカー観戦楽しんでください。ソロも渡したいな、サッカー観戦行けてないからな、一回しか行ったことないからさ、もうそんなあれやけど行ってみたい。またおはよう、タカさん10、ツナサラダさん10ありがとう、嬉しい。10ギフトめっちゃ喜びます、この赤いギフト、この赤いギフトめっちゃ喜びます。お仕事頑張って、うわ嬉しい。あでもポイント数どんどん上がってる、ありがとうございます。ツナサラダさん、 BKB さん10ありがとう。おサッカー見に行く、あらまたまたいいですね、今日はサッカーデイなのか、多分違うとこだと思うけど、いいです。おはようございます、すずねさん10ありがとう。じゅー、そう皆さん朝のデイリーミッションとかでもらえるコインで10投げていただけるとめっちゃ嬉しいです。そらもうディナー行きたい、ディナー高級ディナーみたいな。おはようございます、斉藤さん10ありがとう。帝国さん10ハートありがとう。おはようございます、昨日よりめっちゃ昨日めっちゃ寒かったんですよ。びっくりしたんですよ、寒くて昨日ちょっと気温見たらなんか朝とかよりも逆に日中の方が寒い気温だったんですよね。で私見直したけどやっぱ変わらなくって、なんで起きるのが寒いんと思った記憶があったんですけど、それよりも今日は寒い、どうしよう、何のニット着ようか迷うな。どんなお洋服着よう、今日のお仕事はね一日中とかではないので、夜とかに終わるわけではないけど、もう日中も寒いと思うからしっかり防寒対策しとかないと、ほんまに体調崩す。おはようございます、福太郎さん入ってありがとう。おはよう、今日はAランチさん
ゆきさん、チュー。大吉さん、チュー。ありがとうございます。うちよさんもチュー。福太郎さん、ジュン、ありがとう。今日も浅草、あ、そうですよね、今舞台ですよね。すごいよね、私も SNS でしか見てないんですけど、かっこいいじゃん。浅草のプロになれるんじゃん。浅草紹介できますみたいな。おはよう。あ、静岡で観戦。あら、またまた。これは STU のファンの方。全国各地にサッカーでなんかいるのでは。エディオンスタジアムラストなのよ。あ、あそこでってこと？え、みちさんとの思い出の場所？みちさんと一緒に行ったあのエディオンスタジアムラストなの？一回しか行けなかった。あって新しいところになるってことか。グリーンアリーナ近く。なるほどね、そういうことか。だから広島の方はそっち行くしって感じか。なるほど、そういうことね。おはようございます。夜勤明けなんでこのままあと寝ます。寝てください、もういっぱい寝てください。空の配信は7時半ぐらいまでします。なので皆さん、お手持ちの自由とかがありましたら、ちょん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 って投げていただけるともう本当に嬉しいです。もしよければ皆さんの1ポイントが多大なるポイント数になりますので、集まったらね。おはよう。明日もっと寒い。え、そう、みんなにね、明日もっと寒いから、明日寒すぎるから気をつけてきてねって、防寒対策しっかりしてきてねって言われたから、しっかりしていきます。この前買ったアウター、白いアウター着ていく。タカさん、ジュン、ありがとう。おはようございます。外だけで着るやつ欲しい。レベル様、え、何やったっけあれ、あの部活の時とかにも着とったやつ、なんて言うんだっけあれ、ネックウォーマーじゃなくてウィンドブレーカーだ。え、ウィンドブレーカー、ウィンドブレーカー、なんかそういうやつです。部活の時着てた。外ロケの時ね、ああいう系のやつよね。ロングのモコモコっていうか、シャカシャカの。最近マツパしてるからまつげ塗らなくてもいいけど、やっぱり目力出すためにマスカラは塗るしかですね。まつげ、お腹鳴っちゃった、お腹空いた。最近まで食べ過ぎてるから気をつけます。もう体重が減ったと思ったらまた増えて、増えって感じなんで。ちょっと今日おはようポストしようと思ったけど、なんかいい感じの写真がなくて、今探し中なので、またお昼か夜にポストしますね。おはようございます。 BKB さん、ジュー。ショッチさん、天使、ありがとう。ソラちゃんが食べてたのメンチカツ、そう、メンチカツ食べました、浅草で。もしよかったらね、寒いしね。オリコークさん、ジュー、ありがとう。あとも BKB さん、ジュー、ありがとう。頑張れ、
寝ずにはやばい。合間に休憩とってね。ゆきさん10周年クマ、藤井さぎさんハートありがとう、 BKB さん10ありがとう、 DJ さん星。ウィンドブレーカーか、ばちゃんが古着のウィンドブレーカー買ってたけど着てる。あね、買ってたよね、こんなやつだっけ。まだ見てない、まだ見てない。そう、古着スラハもなんか欲しかったんですけど、なんかそれああいう古着ってもう絶対にどんなロゴ書いててもいいじゃないですか。でも何書いてるか分かんないロゴ嫌で、で無地の探したけど無地がなくって、私の好きなブランドナイキ探したんですけどナイキもなくって、古着屋にそのウィンドブレーカー系のシャカシャカ古着、そ買わなかった。欲しいな、なんかそういう系。とっくんさん10ありがとう。ロン、待って待って、ロングシャカシャカロングシャカシャカロングシャカシャカ、今日のサマソル生足は危険やで、だって。わかった、どうしよう服装、何にしようかな、何にしよう。おはよう、バンジャラモンスターさん10、釣り吉さん、エルさん10、テテウナギさん10、ありがとう、おはようございます。あ、外が明るくなってきた、外明るくなってきた。なんで2回言った。外がまだ暗かったからさ、今あのライト焚いて配信してるんですけど、ライトなしでも配信できちゃうぐらい明るくなってきてた。そうえきさんハートありがとう。お、コメント追いついた、おはようございます。どうしよう、髪の毛、髪の毛はやっていただけるからそれは大丈夫なんですけど、髪の毛何にしようかな。でね、あねぎさん10ありがとう、たくさんありがとう。もしねよろかったら、もし10っていうギフトがお持ち出したらよろしくお願いします。でね、うなぎさん中ありがとう。寒いよ、めっちゃくちゃ寒い。今日はお仕事の人だったりサッカー見に行く人だったりがいる。それはお仕事頑張ります。おはよう、皆さん早起きだ、早起きだよ。だって今日土曜日だよ、私土曜日だったらもう爆睡してるよ、いつもいつも爆睡してるのに、お仕事がなかったらこの時間、休日に起きるの大体10時。最近お昼まで寝るっていうのはしなくなったけど、明け方にバイクで帰ってくるときめっちゃ寒かった。いや寒い、え寒いよ。寒いよそれは。おはよう。土曜日でも出勤する人いるでしょうから。いやそうだよね。逆に土曜日までも出勤してる方とか多いよね。どう、いつものスラハになってきたと思うんですけど。おはようございます。休みなのに5時に目が覚めちゃった、あらま。でも健康的や、ちゃんと早寝早起きできてるってことやん、それ健康的。おはようございます。うわ、麺、ラーメン食べに行くの、羨ましすぎる。じゃあ飯テロ待ってます、空通信での飯テロ。
そう、みんな飯テロとかも待ってますよ。今日はこんなとこ行ったよとかっていう報告も待ってるし、こんなもの食べたよとか、そのメールの返信でも嬉しいし、お待ちしてます。結構ね、そういうの大好き。返信見るのほんまに好きやから、まあ、サークル機能がなくなっちゃってね、悲しいところはあるけど、お待ちしてます。ね、明日楽しみ、マジで楽しみです。みんなも楽しみにしてくれてて嬉しい。 BKB30 ありがとう。休みだからこそ早起きなわけです。ああ、めっちゃいいね。ちゃんと計画的に一日充実した日にし、なんかなろう、なろうっていうかし、ね、しようとしてるらっしゃるのがめっちゃ素敵で、おはようございます。おはよう。タカさん、ハートありがとう。今日は航空祭の前日、よく終え、明日は尼崎、え、違うとこ行って、今日は明日も尼崎に来るの、すごい。あ、アイロン温めてなかった。ただアイロン通してただけになっちゃった。前髪切ろう、今日メイクさんに切ってもらう。前髪、前髪伸びた。おはよう、おはよう、みんなおはよう。窓開けたらめっちゃ寒かったけど、広島のが寒いみたい。いいな、関東さん、関東さん呼び方。今日も明日もお仕事、頑張ってください。待ってる。バラちゃんハート、アンジェラモンスターさん、ダルマトレインモンスターありがとう。おはよう。広島、福岡、尼崎、広島、いや、すごすぎ。交通嬉しい。でも来てくれるのありがとう。皆さん、もしよかったら、あとね20分ぐらいで配信終わっちゃうので、10ギフトを投げていただけるとめっちゃ嬉しいです。今確かね、皆さんのおかげで結構ポイント数がいったんですけども、本日の23時59分までとなって載ってますので、ちなみにだよ、シナノ間違えた、2のフルーツまで68,000で、ディナーまでは21万だって。ぜひぜひ、フルーツもうディナーはもう自腹で行くしかない。自分へのご褒美。私は食べ物にはね、とか言ってもマジでディナーとか行ったことないし、多分一生行くことないんだろうけどこういう機会にしかないのでね、ディナーとかは行けるよ。誰かがソラハに告白してくれたらディナーショーになっていけたりするけど、ディナー誘われて告白されて、あ、ごめんなさいって言ったら最悪だよね。ましてディナー来てるのに、その後の気まずさマックスやないかいってなる。テーブルマナー大丈夫？うん、わかんない、わかりません。おはようございます。ゼータンさん、バラちゃん10ありがとう。お出かけしようかも、やいち、いいね。でもお休みの日しかね、お出かけとかってできないからね。
お出かけできるときにね。しとこしとこしとこ、そらもお出かけしたい。今日早くお仕事が終わりそうだからね。髪の毛どうしようかな。髪の毛どうしちゃおう。ソラハちゃんの歌勝手にお揃いした届く。お揃いしてくれるの嬉しい。見つけれた、ソラの歌。あ、配信で話したか配信で話したな。私ダブルクローゼットで買いました、かわいいって話したわ。おはよう。火曜日まで横浜行って明日尼崎。確かにお家に、お家よりも外に遠征とかしてる方が多い。嬉しい、ありがとう。タカさん、リサーチャーさん、ジュン、ありがとう。ディナーで休校。カイトさん、ジュン、ありがとう。ディナー、どうしよう、服装ディナーじゃないよ、今日の服装どうしようかなと思って。今日の服装どうしよう。ヒートテック着た方がいいよね。カズボさん、ありがとう。ジュダブクロ、あ、そっか、私メールにも載せとるわ。なんかメールに送ってみたいなと思って、パセが撮ってくれた写真載せてたわ、そういえば。そうだわ、全然メールにもショールームでもめっちゃ話しちゃった、めっちゃ忘れてた。遠征イコールお仕事、嬉しい。そういう時にね、ご当地のものとかいっぱい食べてください。最近買ったニット全部着ちゃったからな青系のニット全部着ちゃったからな、どうしようかな。でも今日マジで寒そうすぎる。気温だって現時点で一桁っていうね。しかも一桁言うても7度とか5度とかその辺だから、もうほんまに寒い。天然うなぎさん、 BKB さん、10、ありがとう、ありがとうございます。今日も美人が良きだね。やった、この後前髪切ってもらって髪の毛可愛くしてもらおう。ジョンジョン、シャランシャラン。ちなみにオイル塗ってません、ヘアアイロンしただけです。最近髪の調子がいいです。ありがとうございます。大吉さん、10、天然うなぎさんも10、ありがとう。10ギフトめっちゃ嬉しいです。たくさんポチポン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 ってしてくれてありがとう。天然うなぎさん、いっぱいありがとう。本当に 0.2 度、マイナス、キャー、もうマイナスってやばい。マイナスはダメなんですよ、もう世界が寒い、暖かい風吹いてほしいよね。絶対にないんだろうけど、暖かい風吹いてもらっていいですか。どうしよう、洋服ちょっと今ね、下がね究極的にダサいからね、見せれない。なんか半パンみたいなの履いてるからね。どうしよう、お洋服、はあ、お洋服どうしよう。ありきよ、ロングの方がいいかな。ロングパンツ。みんなどうしよう。
変な人になっちゃう。どうしよう。どうする？どうする？これにしよっか。これパセがくれたやつ。ソちゃんだって思って去年買っていっぱい来たからソちゃんにあげろって言われたやつです。これにしよう。これと、ズボンはズボンブラウンにしよう。今日はブラウンベージュコーデでいきます。変身。一人で喋ってる変な人じゃないです、決して。ワンチャンメディケットでもバレない。思った、今見てメディケットにモコモコの靴下、長めのモコモコ靴下履いてるので、あの恥ずかしくて隠しちゃった。ゴンジーさん、ジュンありがとう。 BKB さん、ジュンありがとう。マイナス2度やばいさ、想像しただけだ。春カイロおはよう。今来たから変な人かと思った。嘘やだ、思われたくない。変な人だって、変な人だ、一番かけ離れてるから大丈夫です、安心してください。え、これさ、早く着替えた方がいいよね、寒いって。いや別に早く着替えなくてもいいけど、1秒でもは、あ、今日の服を着て温めた方がいいですよね。ちょっと待っててください。あのちょっと待ってて、もう今からダッシュで着替えてくるので、ちょっと待っててください。待ってて、あの他のルームに行かないでね、ちゃんとこのルームでいてね。さよなら、一瞬消えます。ドロン。